いつもご視聴ありがとうございます。吉田正尚、14度目マルチ、3試合ぶり安打から快音連発。本拠地は大きな拍手。レッドソックスの吉田正尚選手が12日、日本時間13日、本拠地で行われたカージナルス戦に2番左翼でスタメン出場し、今季14度目となるマルチ安打を記録しました。初回の第1打席で相手先発ウェインライト選手のカーブをセンター前に弾き返します。投手の足元を抜け、二塁寄りに守っていた遊撃手のグラブは届きませんでした。8日、同9日のフィリーズ戦の第3打席以来となる安打を放つと、4回ノーアウト二塁の第2打席ではライトフライに終わったものの、5回ワンアウト走者なしで迎えた第3打席で内角のシンカーを右線へ運びました。8日、同9日にはア・リーグの週間最優秀選手 MVP を初受賞。直近2試合は無安打となっており、試合開始前時点での打率は2割9分8厘となっていた吉田選手。試合前には3月の WBC 日本代表でチームメイトだったラーズ・ヌートバー選手と談笑、元同僚の前で快音を連発する形となりました。久しぶりのマルチ安打についてネット上では、吉田はやっぱり吉田です。数打席ヒットがないだけで研究されたの云々を言われるマスコミも見かけましたが、オリックス時代もこんな状態で吉田に関しては全く心配は無用です。怖いのは故障だけです。オリ時代とは随分マスコミの扱いも違い、毎試合一喜一憂する記事を目にして本人も大変でしょうが、吉田は気持ちもしっかりしているので絶対大丈夫です。前の打てなかった2試合はなぜか4番だったしな。彼は2番が最もしっくりきてる気がします。今日は2安打1フォアボールと2番として十分な活躍してました。メジャーでの2番打者、指揮官から認められた証拠ですよね。怪我だけは気をつけてシーズン完走してください、といった多くの称賛コメントがあふれかえりました。一方で、今回の対戦相手となったカージナルスには、共に日本代表として WBC を戦った戦友ヌートバー選手がプレーしています。久々の再会となった2人ですが、この試合の前にヌートバー選手が語った吉田選手についてのある言葉が大きな注目を集めているようです。また吉田選手が MLB で低迷から大活躍に転じた舞台裏を米メディアが異例の特集を行ったことも大きな話題となっているようです。一体どんな内容なのでしょうか。では気になるその中身を見ていきましょう。吉田正尚、ヌートバーがお互いを語る。侍戦士が WBC 優勝以来の再会。3月の WBC で世界一に輝いた侍ジャパン対決が実現しました。試合前にフィールドで再会した2人は笑顔でハグ、通訳を交えて約3分間談笑を楽しみました。対決を前に両選手がそれぞれメディアに対応。ヌートバー選手が対戦相手になったことを聞かれた吉田選手は、久しぶりの再会ですね。アメリカ生まれの日系選手で日本代表入りは初めてだと思うんですけど、その中でポジションをつかんで優勝に貢献した、そこに関してすごく尊敬しています。すごい決断だったと思うし、しっかり期待に応えたのはすごいと思う。3月一緒に戦ったからこその出会いがありました。選手としての印象については、エネルギッシュで明るいですし、日本の文化に馴染もうというか理解していた。お母さんが日本代表合流来る前にいろいろと教えてくれたと言っていたが、そういう日本の文化も受け入れようという素直な気持ちがありながら、野球に対して情熱もある。今日本で彼が注目されているのはそういう人物だからだと思います、と、その前向きでエネルギッシュな姿勢に敬意を表していました。他にも、最近連絡は取っているかという質問には、シーズンの最初の方に最初にホームラン打った時ですかね、連絡が来ていて、彼は確か怪我で出遅れていたので早く戦列に戻ってきてねという返信をしていました、と語っていました。またヌートバー選手へのインタビューでは、ここまで素晴らしい活躍を見せている吉田選手について、彼はここメジャーで力を証明しているけれど、その予告編が WBC だった、アダム・ジョーンズが日本のホワン・ソト、パドレスだと言ったようにね、彼の今の状態は僕には驚くことじゃない。最初に見た瞬間から一味違っていた。空振りをしなかったし、今もほとんど三振しない。打ち出すのは時間の問題だと思っていた。いいアプローチができるし、ストライクゾーンに対する認識が優れている。インパクトを与える選手だと思う、と
その打撃技術や才能を高く評価していました。吉田選手の人柄の印象については、物静かで、初対面の時は特にそうだけど、何度か食事にも出かけて、お互い打ち解けて、野球のこともたくさん話した。素晴らしい人格者で、頭が良い。彼と一緒にプレーできたことはクールなことだった。と語っています。開幕後、侍ジャパンのメンバーとの再会が続いていることについては、ここ数週間ずっと続いていた。まずシアトルでイチローに会えた。そして大谷翔平がセントルイスに来て、シカゴで聖夜と会って、ボストンにはマサ、ボストンで会って、これで一通り挨拶ができた。年齢的には吉田の方が年上ということについて、僕の方から挨拶に行くよ。先輩を敬う日本の伝統は好き。尊敬の念を伝えたい。と侍魂を感じるコメントを残していました。 MLB 公式ツイッター、インスタグラムはこの2人の実際の写真を公開。日本代表の外野手ラーズ・ヌートバーと正隆、吉田がワールドベースボールクラシック優勝以来初めて顔を合わせる。と文面に記して紹介すると、日本のファンからも歓喜のコメントが書き込まれていました。素敵な再会、正隆さんの可愛さ引き立つな。去年までは全く想像できないシーンですね。並ばなきゃわからん、この身長差。正隆さんとたっちゃんが再会、 T シャツもインしちゃう吉田さん。吉田正隆髪切った、といったコメントが寄せられていました。ネット上では、あれからもう1ヶ月以上が過ぎたんですね。まだ最近のことのような気がします。 WBC メンバーがこうやってそれぞれのチームで活躍しながら再会できるのは素晴らしいことですね。こうしてメジャーで WBC の世界一メンバーが再会するのは本当に素晴らしい。それだけ日本人のメジャーが増えたし、怪我なく試合に出ていることがすごいと思う。特に吉田選手は WBC 大会記録を更新しての打点王、世界一メンバーの4番だからヌートバー選手も尊敬するところが多いのではないか。大谷翔平選手とはまた違ったリスペクト感があるんじゃない。逆に吉田選手にとっては可愛い後輩的な存在でしょう。3年後にはまた大谷翔平選手を含めて再結集して世界一連覇を達成してもらいたい、といったコメントがありました。吉田正尚が MLB で低迷から大活躍に転じた舞台裏とは、米メディアが特集、手の位置を下げて成績を伸ばした。好調をキープする吉田選手の打撃技術には現地メディアも驚いているようです。米スポーツ専門局 FOX スポーツは、レッドソックスのルーキー正隆、吉田が日本から MLB への移籍を成功させた裏側のタイトルで吉田選手を特集する記事を配信しました。同メディアは、 NPB から MLB への転換が成功することは決して当たり前ではないと前置きしつつ、吉田は新しい環境にうまく適応しており、 MLB の最高峰というにふさわしいと、ここまでの活躍を称賛。さらに歴代日本人メジャーリーガー野手との成績を持ち出し、これまで MLB の試合に出場した日本人野手19人の通算成績は、打率2割8分、出塁率3割1分1厘、長打率4割6厘だ。これは堅実な数字だが、非常にいいわけでもない。イチローが2001年に MLB 史上初の日本人野手になって以降、才能も経験も豊富な日本人打者がメジャーではインパクトを残せないケースが何度かあった、と説明しながら、今季から新加入した吉田選手の躍動について、まだメジャーに来たばかりだが、新しい環境に楽々と慣れ、この最高レベルに合っているように見えると絶賛。彼には驚くべきアプローチがある。今季はボール球を 24.1% しか振らず、これはリーグトップ25の成績である、と吉田選手の選球眼の良さを数字とともに紹介しました。また記事内では、4月中旬頃に打率1割台と低迷していた時期の裏話も紹介。吉田の適応力はすでに証明されている。開幕直後はゴロが多く、冷や汗をかいていた吉田に、打撃コーチとコーチングスタッフはより安定した打撃ができるようにするために手の位置を少し下げることをアドバイスした。その結果、吉田は手の位置を下げることに成功し、一気に成績を伸ばしたと記載し、大活躍のきっかけとなった舞台裏を伝えました。吉田選手が MLB での対応が比較的うまくいっている要因について、レッドソックスの高良監督は、 NPB 投手の直球の球威が上がったことも吉田の MLB への転換を楽にする一助になったと見ている、
と指摘。2014年 NPB で直球の平均球速が94マイル超の投手は大谷を含む3人だけだった。2022年は32人がそれに該当したと球速データを持ち出して説明。コーラ監督は、今ではあちらで剛速球を投げる投手が大勢いる、ストライクゾーン高めにねと時代とともに進化する日本の野球を評価しました。吉田選手の活躍にはレッドソックスの同僚たちも舌を巻いているようで、同メディアではレッドソックスの選手たちのコメントを記載。クリスチャン・マローヨ選手は、まず吉田選手の小ささに驚いたのだと言います。一方で、背は低いけどとてもがっちりしている。初めて彼のバッティング練習を見たとき、彼が冗談抜きで強い打球を飛ばせるのに気がついたと、一目見てそのパワーに気づいたと話しています。またキケ・エルナンデス選手も、なぜみんなが吉田への評価に驚いているのかがわからない。彼がお金をもらったのには理由がある。日本での活躍ぶりを見てほしいと、その才能や技術の高さを称賛しました。吉田がオリックスからポスティングされた際、ほとんどの専門家は日本での通算133本塁打について、世界最高の投手たちを相手に通用しないのではないかと思っていたと記事は指摘しています。ある米国人ライターは、メジャーリーグ全般も投高打低の傾向にあるため、関係者は吉田の活躍に驚いています。米国では無名に近かった小柄な日本人選手がパワーで屈強な MLB 投手を打ち負かせている様子は爽快ですよねと、当初は懐疑的に見られていた日本の小さな巨人がアメリカで躍動していることについて興奮気味に語っていました。米スポーツ専門局 ESPN は、今や吉田正尚より好調な打者はいない。オフに獲得を見送った複数のチームが吉田を守備面でメジャーレベルではないと判断していたのに、今の打ちっぷりならどこの球団も大歓迎なはずだと報じています。あなたはどう思いますか？ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。